戦商売繁盛ますます繁盛それそれせっせちゃんとすごい来年も頑張ろうっていう気になるよね。大入り大入りあれをさうわーすごいね立派。 Good morning guys おはよう。 So now we are going to Torinoichi. It's a traditional event like a festival at Shine in NovemberWe go to buy the good luck charm called Kumade. So, これから鳥の市に行くんですか ?11 月の鳥の日に行われるお祭りで、商売繁盛のお祭りかな。かわいいよね、これね。開運祥福。商売繁盛。家内安全。これは打ち入れの小槌かな。すごい細かいよね、こう見るとね。お野菜が入ってたり、羽あと七福神さん、あとおかめさん、これは稲穂やね。でそれがこの熊手に乗ってます。そう、熊手って落ち葉をこうかき集めたりとかする熊手が幸福をかき集めるって言って縁起物になったんですけど、聞くところによると名前を入れてもらえるらしくて、なんか去年も名前を入れてもらえるの知ってたんやけど、迫力に圧倒されて一人で行ったから名前を入れてほしいっていうのを言い出せずにこれだけ勝ってそそくさと帰ってきたから、今年こそは着物マムの名前が入った熊手を購入していきたいと思います。帰るかな。今は何時や。7時40分。ちょっと早めなんですけど、まあ、コロナもあるし人が少ないこの時間に行ってきたいと思います。感染症対策です。あ、でももう電気ついてるね。本当だ。綺麗だね。なんかキラキラして綺麗。じゃあ行こっか。よし、感染防止実施中。マスクお願いします。はい、ふーちゃんお辞儀して。はい、さあ、うわーすごいね、立派だね。ちょっとまずお参りしていこう。じゃあパパと先どうぞ。2礼2拝お手手ポンポンに行く。真剣に来年のね、あれについて。じゃあ熊手買いに行く。ここはね、宿山さん。すごいね。いらっしゃいませ。こんにちは。すいません、あのこれ去年買ったんですけど、はい、なんかもう一回りずつ大きくしていくっていう風に聞いた。そうですね、はい、はい、マスでその次に大きいサイズがサニーゴールに選びましたね。なんかこれにも寄付だってあの名前付けられるので、はい、書かせていただきます。はい、かわいいよねこれ、うんうん、ね、なんかにぎやかでね。なんかこのお米とかも後付けなんですか。あ、そうです。ここから飾りをつけてお渡しするような形になります。だからもっと華やかになりますね。変わるんだ、そっからね。これにしよっか、うんうんうん、こちらで、はい、大丈夫。じゃあこれでお願いします、はい、じゃあお預かりします。はい、今書く方がいらっしゃらないの、はい、あ、そうです、そうです、ね、はい、9時とかです。時間9時から9時からはあのすぐ書けるようには対応してるんですが、あ、取りに来ます。じゃあ取りに来ようかな。じゃあ取りに来ます。あ、わかりました。そしたら今度寄付だご用意しておきます、ね、こちらの寄付だをご用意しているので、はい、あ、そうか、木札さした状態で押さえてます。何時くらい？お昼とかでも大丈夫です。はい、じゃあまた来ます。あ、わかりました。そうよね。はい、じゃあ、はい、これこのまま持って、締めもその時に、はい、ぜひお願いします。すいません、ありがとうございます。こちらだけじゃ収めて。あ、ありがとうございます。じゃあまたお待ちしてます。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。よし、じゃあこれを神社に返そう。あ、
じゃあこの中に五円玉が入ってるからこれでお賽銭入れてってちょっと開けてみる。うん、入ってた。一年間ここで眠ってはったのは知らなかったね。ご縁がありますよね。ご縁があります。これでももう一回お再生しようか。しましょう。ちょっとママだけ行ってこようかな。うん、じゃあここ並んどこ。うん、でここさいつももっとぎゅうぎゅうだけどさ。本当だ。ソーシャルディスタンス。ソーシャルディスタンス。来年も大丈夫。お返ししに行こう。行こう。奥の方からお願いいたします。お返しするよ。でもみんながお返してはるね。ありがとうございました。一年ありがとうございました。よし、スーちゃん帰ろっか。またお昼に来よう。ママだけで来ようかな。スーちゃんお昼人多いやろし。うんうんうん、そうだな。バイバイ。よし、行こっか。あれしてくれはんのかな。すごいね、なんかあの掛け声がさ、もっといっぱいいっぱいになるの。ああ、そういうことか、そういうことか。人がいっぱい出て。人がいっぱいになって。で、去年はもうそれに私がおじけづいて、初めてやったから、なんか怖いと思って。なるほど、で、もっとぎゅうぎゅうの人やったのね。あ、見てくれてるみんなの、健康と発展と、あと我が家の、ね、健康もお願いします。すいません、はい、大丈夫です。はい、家内繁盛、商売繁盛、ますます繁盛、繁盛。いや、すいません、元気よく3問で締めたいと思います。よー、それ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 、せっせ。どうもありがとうございました。すみません、お待たせしました。ありがとうございました。見た？ありがとうございました。来年もお待ちしてます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。見て見て。ここに入れてもらったよ、着物マムって。すみません、ありがとうございます。ご注意いただきました。大入り袋に、あ
と引き福神さんと、すごい、あとお米もね嬉しい、ちょっと新居に飾りましょう。はい。なんか去年はさ、ちょっと恥ずかしくてさ、これ入れてくださいって言い出せへんかったけど、でもなんか来年はもう一回り大きくして、どんどんと少しずつ大きくしていくのがいいんだって。ちなみに名前入れてもらえる一番ちっちゃいサイズがこれ。あ、そうなの。そう、これからね、徐々に大きくしていこう。徐々にね。さっきのすごかったもんねあれ大きすぎたよ。いや、なんかさ、来年も頑張ろうっていう気になるよね、こういうの、やっと年の瀬を感じてきたね。やっと。じゃあ帰って引っ越し準備しよう。そう果てしない引っ越し準備しよう。嬉しい。触りたいな、おもちゃみたいやもんな。触りたいわな、そらな。かかちしてみていいよ。守ってくれはるから1年間。おっちおっちしてください。見るだけにして、見るだけ。そう、優しい優しい、そう、優しい優しいしてあげて。優しい優しい、そう、買ってきたよいろいろこれに意味があるらしくて、この小判は財運を招く、昔から縁起のいいものとされています。お大祭はる、お大祭、あ、お大祭だ、お大、お大祭、タイ、タイの尻尾見えるかな。おめでたい、大量豊作、商売繁盛などの思いが込められています。おかめさん、このおかめさんは幸せの象徴として昔から親しまれてきました。福を招く招き猫ね、真ん中に貼るやつ。あとは七福神、七人のいろんな神さん、不老長寿の松、あと鳩や、あとひょうたん、着物も持って書いてるやろ。ことぶき、大入りが叶うって書いてる。嬉しいね。嬉しい、嬉しい人。これで来年も幸せに楽しく暮らせますように。楽しい一年にしようね。いいですか。楽しくなるには、幸せになるには覚悟が必要よ。見て、そして見て、イエーイ、大入り大入り、はい、これで来年もかなり安全、商売繁盛、見てくれてる人もやね、みんなの家にも幸福が訪れますように。バイバイ。はーい、来年もよろしくお願いしまーすイエーイ。ピンバンピチュッドッドッド、ピンバンピチュッドッドッド、チュッチュッチュッ、バイバーイ。